長田氏は、日本の鉄道実業家。東京都出身。1974年3月に、立教大学法学部法学科を卒業。同年4月に、京王帝都電鉄入社。京王電鉄代表取締役会長兼社長を、経て、同社代表取締役会長。車椅子スロープ付き小型ワンステップバス1974年に、京王帝都電鉄に入社後。 バス事業を担当する自動車事業部に配属され、約25年のキャリアの大半をバス事業に携わる。自動車事業部八王子営業所所長に就任、1992年に自動車事業部課長に就任した。多摩都市モノレールの開業を置き換え、バス事業の抜本的な収支改善を目指して1997年に、分離市会社の京王バス、2001年には、 南大沢京王バスを設立、翌2002年には京王電鉄バスを設立してバス事業の分社化を推進した。また京王電鉄と日産ディーゼルが共同開発した車椅子スロープ付き小型ワンステップバスの日産ディーゼル RN を導入し運行コストダウンとバリアフリーを同時に測るなどバス事業の合理化とともに旅客サービスの向上に努めた。 2000年6月に関連事業部長2002年6月に総合企画本部グループ事業部長2003年6月に人事部長に就任2004年6月に取締役に昇格2005年6月に取締役経営企画部長2006年6月に総合企画本部経営企画部長2007年6月に常務取締役 総合企画本部長に就任。2009年6月からは代表取締役社長を務め、2010年6月に総合企画本部長に就任した。慶応専用として初の VVVF インバータ制御を採用した慶応、八千系社長就任中には鉄道の環境対策に取り組み、2012年9月までに日本国内の大手鉄道会社では、 初めて全車両を VVVF インバータ制御電車に更新。翌2013年6月には高畑不動建築を改築して、省電力、節水などの環境対応設備を盛り込んだ。車両の省エネ対策はその後も推進されている。また、沿線の地域活性化にも取り組み、2007年に生活支援サービス、KO ホットネットワークを設立。 2012年6月には沿線価値創造部に発展した。2013年8月28日には、京王電鉄本社所在地の多摩市と包括連携協定を締結。高齢化の進む多摩ニュータウンエリアで、京王ホットネットワークによる移動販売を開始し、会見では多摩ニュータウンエリアは当社と共に発展してきたと語った。多摩ニュータウン内の京王多摩センター駅。 京王長山駅周辺で始まった移動販売は、その後は要望を受けて販売エリアを拡大、八王子市、日野市にも進出した。2015年6月からは代表取締役会長兼社長に就任。2016年6月に公認のベニムラヤス氏が代表取締役社長に就任。これに伴い代表取締役会長に就任した。ありがとうございます。